レナティス、マジか。1924年の100年後は今年ですよね。きっかり100年ということは5月24日がレナティス、来週の金曜日か。今日曜になったところだから、あと5日で俺は魔法を失う。なんだよそれ、俺の最強はどうなる。かかってくれば。知ってた。魔法が消える日、レナティス。本当に起こるのかな。なんとかして止めないと。魔法が消えた方がいいよ。マリン君、ドゴーさん、ウカイさん、絵の中の女性のこと気になって調べに行ったこと、モアちゃんには内緒にしてください。いいけど、レナティスのことはどうする。全員にとって影響が大きいぞ。俺は最強を諦めたくない。だったら聖杯を手に入れろ。あの聖杯があればレナティスの後も魔法使いでいられるらしい。で、好きなだけ最強を目指せ。そんな言い方。気に障ったら許せ。ただな、魔法が消えるならその前に目黒ニカの母親を連れ戻さねば。世のため人のために魔力を使う。初めて魔法で他人を傷つけてしまった時、俺はそう誓った。あと5日で魔力が消えるなら俺はそっちを優先したい。それはそれで俺も行く。目黒の件が終わるまで深町は放っておく。家だの血筋だのは忘れよう。そうですね。泳がせておくんだ。コンスルの人間だとすれば使えるかもしれない。戻ろうぜ。
どこ行ってたの？心配したんだから。ごめんね。実はね、また美術館へ行ったの。4人偶然会って盛り上がっちゃって。どうして美術館？それよりも重要な話がある。ニカ、ルブルム工場へ行けるぞ。フォグの呪文が分かったんだ。ドラドネビュラオドレイユ。どこでそれを？どうやって？国風役務を倒して聞き出した。なんとまあ、すっごい。美術館は燃えちゃったけどね。絵も本も全部燃えちゃった。ねえ、どうする？ルブルム工場行っちゃう？うん、行きたい。まだ情報不足だよ。アナザーに工場行きのフォグがある。僕たちが把握しているのはそれだけ。その先に何があるのか。工場だとして内部構造はどうだろう？あんたはどうしてそう先延ばしにしたがるんだ？先延ばしって言われてみればそうかもしれないね。ルブルムが社会問題になったのは太平洋戦争が終わった頃からだ。それからずっとルブルムは存在する。ある意味世の中の一部だ。それが消えれば当然社会は変わる。その変化を自分たちで起こす覚悟が僕はまだできていないのかな。道郎さん、誰よりも強い魔法使いが現れたら世界はそれまでと同じではなくなる。道郎さんはそう言った。ああ、言ったね。俺を応援するって。うん、気が変わった？いや、そんなことはない。よかった。工場のことは俺たちがやる。道郎さんはドミヌスの森とつながるフォグの情報を集めてよ。俺たちはアナザーへのフォグを探そう。フォグはたくさんあるだろうけど、あの町に通じるフォグばかりじゃない。片っ端から歩き回るのはバトルもあるし消耗する。何より急ぎたい。フォグ探しならアイディアがある。多分使える。じゃあ鵜飼さん頼むよ。おっと、ギルドには遠慮しないからな。遅すぎ。へえ。何をすればいい？またシールを探すのか？もっと野蛮な方法だね。アイガスが使うフォグがあるはずだ。
彼らがあっちとこっちを行き来するフォグ、それを使わせてもらうんだ。アイガスを痛めつけてやろう。ギリ逃げられる程度に。尾行するんですね。行けると思う。うん、それで行こう。なんだ。俺に手を出すな。知ってた。
あっちだ。あっちだね。ギルドには遠慮しないから。楽勝。ニカ、行くぞ。うん。ドラドネビラオドレイユ。国府役務の話。嘘じゃないんだ。幸か不幸かな。ママ、無事でいてね。この森の向こうがまた荒野だったら嫌だな。大きなバトルは避けたいよね。大丈夫だ、今はどいつも雑魚に感じる。そうやって調子に乗って死んだ同僚何人もいたな。説教遠回しすぎる。いや、思い出話。思い出話はね、一つすると三日年を取るんだって。知ってた。サングスメナスポテンティアティア。吹け狂人の嵐。まずいって。チェンジ。苦戦しちゃった。ニカ、変われ。マリン君、交代。西島さん、変わって。行くよ。知ってた。アナザーに着いたら、どう動く？俺に聞いてくれるのかい？嬉しいね。まあ状況からして、今度こそ大歓迎だろうね。作戦なんて立てようがない。フォグまで一気に駆け抜ける。それしかないと思う。そういうのなら俺も知ってた。行くよ。ここだ。
余裕。グイスメナスポテンティアティ吹け後陣の嵐楽勝。ミカちゃん。はい。お母さんを見つけたら一緒に隠れていてね。俺たちで工場をぶっ壊す。それまでママを守ったろ。でも私の召喚魔法がないと大変じゃないですか。他人の母親の面倒はどう思う。そんな言い方する。任せろ。いろいろ補足したくはあるが、まあその通りだ。ギルドには遠慮しないから。はっちゃ。ふん。遅すぎ。よし。ふっふっはっはっはっちゃ。ふっふっふっはっふっはっちゃ。はっふっはっ。サングイスメナスポテンティアティ。吹け。後陣の嵐楽勝。ねえ、モーちゃん、燃え落ちる前の美術館でマリン君だけがミカちゃんのことを考えていたの。マリン君が聞かなかったらここへは来られなかった。そうだったんだ。ありがとう。マリン君見直した。標的とのバトルで自分を試したい。お嬢のことはその口実だ。そういうことにしておきましょう。かかってくれば。遅すぎ。ここだ。
サングイズメナスポテンティアと吹け後陣の嵐。マリン交代、任務完了。完璧、任せて。なんとかここまで来たね。切り済み、呪文。ドラドネビラオードレイユ。レプリカどもよ、その呪文をどこで。さあ、ネットだったかな。ザレ事はつかむ。余人に漏らしたか。レア情報だ、言うかよ。それは賢明、秘密を抱えて死ね。さあ、好き勝手もここまでだ。貴様らには厳しい制裁が必要だな。あんた観念しろ、強そうだな。指導の剣、とくと味わえ。遅すぎ。ここだ。やっぱり強い。よし。呪文を漏らした者の察しはついた。サングイズメナスポテンティアと。ふけ。あれはカビ臭いゴミをめでる入れ物よ。目当ては工場なのだろう。余裕。指導の剣、とくと味わえ。覚悟。裁くのは私だ。遅すぎ。観念しろ。サバクロは私だ。せい。ここだ。内務卿として見過ごすわけにはいかね。あの老体に借りを作っては指導。ケロンナオーレ、指導の剣、とくと味わえ。観念しろ。サングイズメナスポテンティアティア。吹け、後陣の嵐。トガニンながら見事。これが貴様らの誠か。ならばアルザ・ラム、私の誠も見せねばならんな。この指導龍之介が貴様らの道を断つ。余裕。よし。はっ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 。ここだ。本物のレガシーの誠の力、思い知るがいい。余裕。よし。こう、レプリカにしてはしぶと。あんたを倒せば最強が見えそう。アイガスにでもなれば惜しいな。遅すぎ。
遅すぎる。そりゃあ僕もやあ余裕覚悟よしやあ余裕ここだ。サングイズメナスポテンティアル武家せめて人たちで葬ってやろう。やべ遅すぎ余裕遅すぎこの人今何をしたの？何を割ったの？どうでもいい。さあ工場だぞ。ママもここにいるのかな。いいって思っちゃったの。ごめんね、ごめんね。ママがバカだった。ごめんね。ニカちゃんの将来まで。遠くに行こうとしたんだね。ごめんね、ママ。私はもうやだ、ダムドになっちゃ嫌。ごめんねママ、ダメだね。ニカ、ここにいろよ。うん、私も行く。
約束したよね。してない。ごめんなさい、約束は守れない。一緒に行く。悔しいんだもん、許せないんだもん。分かった、一緒に行こう。ママ、すぐに戻るからね。行くよ。遅すぎ。吹け後陣の嵐。マリリン変わろうか。いやいや、モアちゃん最高。モアちゃんかニカ変わる。かかってくれば。行くよ。ギルドには遠慮しないから。遅すぎ。よし。はっ、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 楽勝。
かかってくれば。ついに来たね。血の匂いがすごいな。ルブルムの原料は血だからね。気分悪いわ。さっさとぶっ壊しちまおうぜ。どんな施設にもコアになる設備。